将軍アッパレード。江戸レンジャー、今江戸の子供たちに大人気の特撮番組だが、七代将軍の家継ぐもまた市中の子供たち同様、江戸レンジャーに夢中なのであった。この世に悪がはびこる限り、正義の炎は決して消えはしない。行くぞ、必殺関ヶ原バスター。うえー、やられた。悪は滅ぶべし。江戸の平和はこの江戸レンジャーが必ず守って見せる。くらえ怪人、必殺関ヶ原バスター。うわはあ、楽しかった。ケーキ、怪人役ありがとうございました。いえいえ、我ながら悪役はどうに言ってる気がします。次はどうします？今度は僕が怪人役をやってみたいです。ケーキはエドレンジャー役をお願いします。わかりました。僕、怪人役には自信があるんです。きっとケーキに負けないくらい上手にできますよ。任せてください。自信たっぷりだ。微笑ましいな。では行きますよ。はい。江戸ゴールドだ、観念しろ。よくぞ参った、江戸レンジャーども。我こそは魔王ダークソウル。貴様らの正義の炎も今日で消え失せよ。なんだこの迫力は。どうした、おじけづいたのか。なんだと。たとえいかなる敵であろうと、この正義の拳は砕けない。それでこそ我が宿敵江戸ゴールド、かかってくるがよい。はあ。所詮は貴様もロボーの石よ。なんてオーラだ、迫力がすごくて近寄れない。いや本当にまるで何か憑依しているみたいだ。家継様、何やら騒がしいようですが、いかがなさいました。そのようなふぬけた拳で我を倒せると思うたか。うぬぼれるでないわ。あれは江戸シルバーが命を懸けて残した傷跡。家継ぐ様、我がしもべエチオ、これは我とゴールドの一騎打ち、手出し無用だ。ああ。は、出過ぎたことを申しました。我が主、このエチがあなたの勝利を疑うことなどございません。どうかどうか我らの手に勝利を。魔王のしもべも加わった。真鍋殿も元役者というだけあって、さすがの演技力だ。何やら騒がしいな。お前たちどうかしたのか。全てのものはこの魔王の前にひれ伏すのだ。とどめだ、くらえ江戸ゴールド。綱吉様。はあ、すぐは何かに取り憑かれてしまった。いや、これは違う。大変だ、皆の衆、綱だ綱だ。これはまずいのでは。よそ見をするでない、ゴールド。いや、家継様、あれ止めないと。綱吉様、お待ちください。臆したか。待て待て、逃がさぬぞ。家継様、転ばぬようにお気をつけくださいね。はい。追い詰めたぞ、
受けるがいい我が必殺の一撃を。おりゃー、ちょ、それは、うえで、うん、これはこれは、大きな猫が2匹も飛び込んできましたか。にぎやかなことですね。父上。家信様、これは、その…二人とも、そこにお座りなさい。はい。それで、一体何をしていたのですか。ケーキと、エドレンジャーごっこをしていました。僕が魔王で、ケーキがゴールドを。ほう、エドレンジャーごっこですか。楽しそうですね。ええ、まあ。それで、熱中するあまり障子を破壊したと。申し訳ありませんでした。お待ちください、家信様。攻めは止められなかった私が追うべきで。真鍋、口出しは無用です。二人とも遊ぶのは結構ですが、度が過ぎています。将軍たる者、常に節度ある行動をしなさい。障子はあなたたちが直すこと。いいですね。はい、よろしい。それにしても、吉信も子供のようにはしゃぐことがあるんですね。いや父上に叱られてしまいました。夢中になりすぎてしまいましたね。反省です。今度は広いところで遊びましょう。はい。ケーキ、約束ですよ。ツグが、ツグが魔物に取り憑かれた。一押しを呼べ。あ、何言ってんの。ツグちゃんなら縁側で障子直してたぞ。